んこんにちは。このバンドは私がブツカブツカうやってる間になんかみんなのこと見てたらすごい歌ってんの楽しそうで、俺も歌いたいと思ってちょっとお願いしてね、組ませていただいたバンドになるんですけど、組んですぐ結構長い間出ますカッコ仮っていう名前でやってたので、もうライブ企画部とかの方から出ますは出ますかみたいなことくらい浸透しちゃってたんですけど、育明祭でねついに名前とか書き方決まりまして、これ多分見たことあるかな、ある方いるんじゃないかなと思うんですけど、このオイルっていう感じにコピーライトマーク、これが私の、バンドなんですけど、これなんて思うかって、なんて思うかなと思って、そう、文字が決まったんだ。いろいろね、なんか自分の字でもね、わかんないんだよね。そうそうそう。言ったらいいからね。ありすぎて、うん、例えばほら、ローシーとか。ローシーがね、先生って言いだから、教職取ってるからね。それで先生かなと思った。え、そうだったじゃん。お前も知らないよ。それもあったり、もうシンプルに美味しい。ね、おいしいとか、おいちゃんとかね、おいちゃんっていうのもあるし、あと出ますっていうこともあって、出ますよね。で、それをちょっと皆さんにちょっと選んでほしくて、LINE のうちのノースの全体グループの方にちょっと僭越ながら投票のやつをやらせてもらったんで、正式にね読み方決めたいと思います。そう、決めたい。今後の僕たちのね、その方針にかかってくるとか、方針かかってくるんで、ちゃんと名前を決めないと。僕たちが、ね、1曲目をやってる間に投票必ず。もう、はい、BGM やらせていただきますけど、必ず。はい。まあなんでね、はい、じゃあ投票お願いします。その間にちょっと出させていただきます。だーI'm not afraid of the dark.
投票を終了します。バイ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 。残念もう投票終了です終了です、というわけで私たちはおいしいに決定しました。おいしいおいしいおいしいとしてね、改めて活動をね頑張っていきたいと思いますね。おいしいか、おいしいだったんだね。おいちゃんだと思ったね。俺ローシーかな。俺ローシー派。ローシー派だった。でも全員実は出ますって言われた。そうね、出ますが一番検索してた。ライブずっと出ますで検索してた。ライブグループ名がそうだから、ね、コピーライトのマークをねやるの大変なんで、うん、そう、私たちのライングループの名前ね、出ます。何に意見の全部意見の全部っていう、そこまでがねグループ名なの。グループ名で会話してるんだ。LINE しろよって感じ。そのね、おいしい、次で最後になります。最初で最後、はい。それではそれでは聞いてください。ポルノグラフィティさんで騒がし。私は私と半グレるわけにはいかないから、いつかまた会いましょう、その日までさよなら恋心よ。暇でさよなら恋心よ。
生きては恋心と。ありがとうございました。